はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、180度開脚10日チャレンジということで5日目になります。今日はね、もう皆さん徐々にねストレッチに慣れてきて、筋肉を柔らかくするコツをね掴んできてると思います。ストレッチのタイミングというのは、できるだけお風呂上がり、しっかりお風呂に浸かってですね、体が温まってる時にやる方が効果的です。では今日5日目やっていこうと思います。はい、徐々にねストレッチ慣れてきてると思うので、今日はねできるだけ立ってやるメニューにしようと思います。まずはですね、右足しっかり前出して、左足しっかり下げてですね、しっかり前に体重を乗せて、股関節をしっかりストレッチをしていきましょう。皆さんもね、できるだけ身を見まねでやってもらえたらと思います。ゆっくり流れるようにやっていきましょう。息はしっかり吐いてください。しっかり同じようにですね、動画をよく見ながらやってもらえたらと思います。ゆっくり体を回していきましょう。しっかり自分が体を伸ばせれるポイントを見つけてですね、体重をしっかり伸ばして、股関節を伸ばしたり、ももの裏を伸ばしたりしてください。ゆっくり前に行きます。しっかりね、もう5日目なんでしっかりストレッチ慣れてると思うんで、少し痛いぐらいやっていきましょう。徐々にね体を伸ばしてください。お風呂上がりだったらですね、結構もう体が温まってるんで、結構無理しても大丈夫です。まあ、タートルはねちょっと体が冷えてる状態なんで少し硬いんでですね、徐々にやっていきます。しっかりねこれもね、股関節がねしっかり伸びないと開脚はできるようになりません。しっかりね、痛い時はできるだけ前に体重乗せてください。これしっかりね伸ばしてください。はい、 OK です。今度はねしっかりももの裏を伸ばしてください。つま先っていうのはね、しっかり伸ばしてるとき、上げてるとき、いろんなパターンでね、柔らかくならないと、同じ方向でしかね、体が柔らかくないような感じになっちゃうんで、しっかりね、いろんな方向でストレッチができるようになってください。この肘をね、つける感じで、しっかり前に行きましょう。はい、OK です。今度はね、足をしっかりここで90度をね作ってもらって、これでしっかりね膝曲げている方に股関節を伸ばしていきます。これ少し痛いと思うんですけど、体が温まっている方は頑張ってください。で今度は足を寝かしながら、こういう感じでしっかり伸ばしてください。はい、反対していきます。ここはね90度です。こっちにしっかり股関節を回す感じで伸ばしてください。はい、今度は足寝かしていきます。OK です。今度はね、女性がよくする座り方。これでしっかり股関節を伸ばしていきましょう。力が入るなーっていう時はね、叩くと力が抜けますんでね。体が硬い方はね、しっかり叩きながらやってください。で、ストレッチの前後っていうのはね、お水をね、適度に飲んだ方がいいです。お水が少ない人っていうのは、基本体が硬いです。しっかりね、水分取ってる人っていうのは筋肉柔らかくなりますんで、しっかりね、ストレッチ前とか水分取ってもらって、ストレッチを行ってもらえたらと思います。よいしょ、痛かった。よっしゃ。今度は、揺らしていきましょう。
こういうね、本当に動画を見てもらいながら、最後までね、1本目から10本目まで、最後まで本当にコツコツやってもらってる方は、もう必ず開脚できますんで、しっかりね、途中でやめるんじゃなくて、最後まで見てもらえたらと思います。頑張っていきましょう。筋トレっていうのはね、やっぱり辛いんでね、途中でピッて消しちゃうと思うんですけども、ストレッチは楽ですからね。まあもちろん硬い方はね、痛いって方いますけど、今度はね、少し足広げめに、すいません、これでしっかり前つま先を上げていきましょう。つま先倒して、身を見まねでいってください。今度はこっち、これでもね、まあ、カロリーそんなに使いませんけど、身を見まねでストレッチやってもらうだけでも体っていうのはね、少し軽くなったりとかね、むくみの改善になったりしますんで、よいしょ、反対に。体がね、硬くて痛いよって方とか、あ、まだこれだ。体がね、硬い方でも、しっかりね、ストレッチをするだけでも、ダイエット効果になりますんでね、頑張って、ついてきてください。よし、今度は。OK。今度できるだけね、足を伸ばしていきましょう。ぐーっと。揺らしていきます。ぐっ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 。反対。ぐっ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 ぐ。OK。で、まず前行きましょう。ぐっぐっぐっぐ。もう結構ね、体が柔らかい方は痛いの無理して頑張っていきましょう。まあ、もしね、これで筋ブッチーンってなったら、まあ、タートル申し訳ないなと思うんですけども、まあ、タートルも実際ね、過去に3回股関節筋やったことあるんですけど、そういう場合は、もうヒヤーっとしてですね、股関節がなんかブチッとなると、すごい痛いわけじゃないんですけど、ヒヤーっとして、この子、ももの中で、内ももでですね、血が流れてってるっていう感じがしました。まあ、そっからね、少しの間硬くなったんですけども、またね、治るにつれてストレッチしていけば、またすぐね、こうなれますんで、しっかりね、まずはこういう180度いくようになれば、そこから維持は簡単です。はい、少し足閉じて、叩いてみましょう。はい、今度は股関節とお尻です。手突っ込んでいきましょう。ぐーっといきましょう。なんで。よし、オッケー。はい、今度はね、正座して、しっかり足を伸びて、グッといきましょう。グッ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 。結構ね、やってる人体硬いとね、飽きちゃうと思うんですけども、コツコツ本当にやっていくとですね、体が柔らかくなるし、足も細くなります。コツコツいきましょう。よし、オッケー。はい、股関節叩いて、はい、今度は軽くこういう感じで左右に勢い使って前屈します。この時に足をね、徐々に広げてください。徐々にね、足を広げて、よし、オッケー。関節をね、この股関節を回す感じで、こうやって体を回してるんじゃなくって、股関節にこう負荷をかける、この内ももの、ね、筋肉を伸ばしてますんで、こういう感じで負荷をかけて股関節を伸ばしてください。ストレッチはね、ちょっとコツがいるんですけどね、自分がしっかり伸ばすとね、気持ちいいなってとことか、ちょっと痛いなってところにチャレンジして伸ばしてください。あともうちょっとです。はい、 OK。 はい、お疲れでした。
軽く息がね、上がります。で、今日ちょっとね、ちょっと短かったかな、時間がね。まあでもね、しっかりもう伸ばしてきてると思うんで、だんだんとね、このストレッチする時間っていうのは短くても、だんだんと維持はできてきますんで、少し痛いとこまでやっていくとですね、どんどんストレッチできてきて、柔らかくなっていきますんで、毎日やることでね、維持は簡単です。昨日できたところまではだいたい次の日できますんで、次の日に少し痛いところまでやっていくと、日に日に開脚ができてきます。まあ、10日までね、あと5日あるんですけども、あと5日もちょっと頑張っていきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。やったよって方はね、コメントください。説明欄もね、足痩せのブログ貼ってますんで、よかったらご覧ください。今日もご視聴ありがとうございました。